舞匠さん。いやー、舞さんと出会って、もう長いですね。もう6年ぐらいですか。僕の髪の毛もだいぶ薄くなってきましたね <laughs>。いやー、いかがお過ごしでしょうか。相変わらずやってますよ、僕も。<laughs> まあ10年後も20年後もやってると思いますけど。うん、どうですかね、この6年。一番最初メールもらったのは、これ、いつだ 2015年12月3日ですね。はい。6年ですよね、約。うん。まあ、ここでも書いてあると思いますけど、うん。まあ、いろいろとありますよね、多分ね。うん。でも、もう多分ね、別に僕の見なくてもいいんじゃないですかね。まあ、今回無料だからっていうところもあったと思いますけど。 うーんまあ多分やる,やるべきことだったりとか何をやればいいのかは相当もうまあ見てきたし勉強してきたし、まあ、僕のね歴史も知ってると思いますし僕が鹿児島で独立してね自由にやっているけれどもやってきたことも、まあ、ある程度知ってるだろうし単純に本気で本気でっていうかやるべきことで行動してきただけで。 売り上げ作りるためには集客して商品、教育集、集客、教育、販売ですから、これドリアカでも教えてますけど、集客、教育、集客、教育、販売。これをひたすらやってるだけですよ。で、なんでやってるかっていうと、本気で稼がないと生きていけないっていうね <laughs>。うん。だからまあ、もう情報とかじゃないんじゃないですかね。まあ、ここで書いてある、その通りだと思いますね。 情報はもういらないじゃないですか。うん。買う必要もないし、見る必要もないと。あとはやるだけと。うん。多分もしそれをやることをしない限り、多分もう5年後も僕のアンケートに答えてるかもしれないですよ。うん。まあ、別にそれはそれでいいんですけどね。僕は、やるべきことをやるだけなんで、もう10年経ちましたね、みたいな。 どうすかみたいな動画をまた送るだけですけど <laughs>、うん、だ僕ね最近思うのがまあここなんですよね実際そのうん稼ぎたい気持ちはもちろんあると思うんですよだけど やっぱ稼げたらいいなっていうやっぱ次元というかレベルの人がやっぱ多いんじゃないかなと。でそれはやっぱ現実味がないっていうのもあるじゃないですか。要は自分がやってそれいけるのかなっていう現実味がないじゃないですか。自分が商品作って本当に売れるのかなって現実味ゼロミリじゃないですか。なんで、なんとなくはやればできそうかもしれないけど本当にできるのかなっていうところを自問自答して情報だけ見て 毎日メルマガとかチェックしたりとかして、うーん、まあ知ってるんだけどな、みたいな、でもな、みたいなのをずっと繰り返して、5年、10年、20年みたいなね <laughs>。そう。まあちょっとね、あのー、今回ね、ギニュー特選隊緑のやつさんっていう人からもちょっと来てるんで <laughs>、ちょっとギニュー特選隊緑のやつさん、ちょっと言っていいですか。ちょっとね、それいただいたね。 まあその人ももう10年以上ノウハウコレクターだったんですけど、ちょっといただいてるんで、他人の、他人のアンケートをシェアするっていうね <laughs>。その議員の特選対まあこれ音声対談もね、取ったんですけど、まあ去年かな、一回月収100万いったんですよ。この人は。吉谷様、お世話になっております。収入を増やすために自分に欠けている部分ですが、それは圧倒的な行動量です。 よほどセンスがなければ普通の行動量だと普通の結果しか出ないと思います。僕の場合は普通以下の人間なので行動力でカバーするしかないです。圧倒的な行動力が欠けていると思います。今の文章を書いている自分の欠点が分かりました。圧倒的に何かを行動してぶち抜くことをやります。やれる気がします <laughs>。昔まで、ここからなんですけど、昔までメルマガを読んで一日が終わっていた僕ですが、今はメルマガをほとんど見ないんで毎日作業することができています。ただ普通に行動しまくるじゃなくて、ぶち抜くことを考えて実行に移しますと。 最近、自分が成長していることに気づくことがよくあります。吉谷さんの動画を見続けたら、吉谷さんとたくさんお話をしてきて、マインドがレベルアップしたのでしょうかと、Windows95 から98、2000Me をすっ飛ばして、X3 までバージョン上がった気がしました。 Mr.X の音声を千本,本以上聞きまくっても動くことができなかった不動の僕ですが、吉谷さんのおかげで動くことができています。吉谷さんから教えていただいた奥義の一つ一、つ人にコミットするを使って大老たち、毎日え頑張ってます。みたいな、まあ、いただいたんですけど、まあ,あ、YouTube 毎日やってますからね。そう。毎日ですよ。まあ一年以上経つんじゃないですかね。で、実際に、 ノウハウコレクターでね、1500万ぐらい使ったみたいなね、もうここに書いてある通り、もういなんか、なんか言ってたのが、メルマガを見てる、メルマガを見て、なんかネットビジネスやった気になってるみたいなね。<laughs> <laughs> っていう人ですよ。だけど、今、毎日行動して、実際にその月収100万、もう一度ですけど、達成しました。 で、僕がそこで詰めたんですけど、満足してるでしょみたいな。いや、それじゃダメだよって、ブワー詰めたんですけど。<laughs> そう。だから、まあ、またね、その、まだ、その、まだまだ足りないと。またちょっとアンケートもね。多分ね、まあ、ギニュー特選対緑のやつさんにこれ、また動画撮りますけど、まあ、絶対ね、僕のワンツー動画が欲しくて来てるんで、今回 <laughs>。もう、それももうなんか、言ったりますけど <laughs>。こう、ワンツー動画欲しくてアンケートしたでしょみたいなね。まあ、人は変われます。 変われます僕は変わってきた人を見てきたんで、うん。ただし変わるためには何が必要かっていうと、やることですね、自分が。やることを決める。そして日々、今日何やりましたかっていうところです。それをやらない限り何も変わらないですね。うんはい、まあいろいろあると思いますけど、答えがあるとするならば、今日何をやりましたかが全てだと思いますね。 うん、僕は今日ひたすらワンツー動画を撮ってます <laughs>。それが全てです。僕の今の、うん。しかも変わらず。何年前から変わらずです。だから今の僕があると思いますし、うん。はい。ということで、えー、まあ,あの見、見たい場合を見ていただいて、多分見たことあると思いますけどね。 <laughs> 昔のやつなんで、うん。はい。ということでアンケートありがとうございました。